者あるのよ。すべてをお前に託す。我ら兄弟の意志を受け継ぎ、このバレンシアを治めるのだ。ドーマの強さとミラの愛をもって人を正しく導け。我らの過ちを再び犯してはならぬ。そしてもう二度と我らの眠りを妨げてはならぬぞ。ここにいたのね。セリカ、どうしたの？もうすぐ戴冠式が始まるわよ。うん、まさかセリカの父さんが座っていた玉座に僕が座ることになるなんてね。父の玉座ではないわ。もうこの国はソフィアじゃない。バレンシア統一王国よ。そしてアルム、あなたはその初代国王。セリカ、誤解しないで。あの人を恨んでいるわけではないの。ただ哀れな人だと思うわ。もしそばにいられたら救うことができたのかもしれない。それが少し悲しいだけ。そうだね、僕もセリカも父さんのそばにいられなかった。もっとお互いを知ることができていたら違う結末があったのかもしれない。ミラ様とドーマもそうだったのかしら。それはどうかな。何百年も喧嘩してたんだろう。さすがに無理かも。やだアルムったら、罰が当たるわよ。おっと、ごめんなさい。でもミラもドーマも今は一緒に眠っているんだね。ええ、このバレンシア大陸を見下ろす山の頂に、知ってるアルム、神竜の眠る地には真珠が生えてくるんですって。へえ、立派な木になるんだろうな。ええ、何百年も何千年もかけて。その時このバレンシアはどうなっているのかしら。神の力を失っても人の営みは続いていくのかしら。続いていくんじゃない、続けていこう。続けていける国を僕とセリカとみんなで作っていこう。アルム、ええ、そうね。私たちならできるわ。ああ、人が自分の強さを信じる力、これがミラとドーマが僕らに残した最後の力だ。さあ行こうセリカ。かくして大いなる戦いの幕は下りた。多くの犠牲を払い、今ようやくバレンシアに平和が訪れる。この戦いが一体何であったのか、その問いに答える者はいない。ただ一つ言えること、それは人が再びおごり高ぶる時、新たなる戦乱の炎が地上を焼き尽くし、全てが失われてしまうであろうということ。最も醜く恐ろしいもの、それは
人の心の中にこそ存在するのかもしれない。
Thank you.
you